こんばんは、岩立です。今日はですね、本日夜8時頃からですね、メンバー限定のですね、ライブを行いますので、ぜひご参加いただけたらというふうに思います。今日取り上げてみたいニュースはこちらです。朝日新聞、創業以来最大の赤字、441億円ということで、まあ、秘宝ですね。 ま残念でならないというふうに思われるかですね。えー、もうどう思われるかわかりませんけれども、まあ、朝日新聞が赤字だからいいじゃないかというふうに星の方も思われる方多いんじゃないかなと思います。まあ私もね、あの個人的にはですね、朝日新聞もうこれはもうとんでもないと、また、あ、変なこと言ってるというふうにいつも思ってますから、あの、441億円赤字になっても、まあしょうがないだろうというふうに思うんですね。ただですね、まあこれ考えなくちゃいけないのは、 朝日新聞だからですね、赤字になってるのかっていうことなんですよ。つまり、日本国民が朝日新聞というものの主張をですね、もうこんないい加減な主張は嫌だと、読みたくないよというふうに思って赤字になってるっていうなら、私はこれはご同系の至りだというふうに思うんですね。まあ、これからも私は監視を続けますけれども、朝日新聞の。だけど、そうじゃなくて、 ただ単にですね、これは朝日新聞じゃ、だけじゃなくて、あの、新聞全体、新聞業界全体がですね、こう、縮小してるんじゃないのかなというふうに思うんですね。つまり、朝日新聞が減って、産経新聞が増えるとか、あるいは読売新聞が増えるっていうことになってないというふうに思うんです。つまり、この人たち、新聞取るのをやめた人たちっていうのが出てきたとしてですね、この方たちは、新聞は取ってないと思うんですよ、他の新聞は。つまり、新聞というもの自体が、もう、 すでにですね、なんか日本国民から飽きられてるというふうに思いますね。私、あの、昔ですね、朝の学生の時にですね、今でも、あの、評論家で有名な、あの、チャイナウォッチャーでね、中国のことをいろいろ分析されてる宮崎正宏先生にですね、まあ、学生時代からですね、まあ、ご指導いただいてるんですけれども、で、この宮崎先生とお話ししてたらですね、やっぱ、やっぱ全然違うなと思ったんです。私が大学生の時、すでにですね、もう学生で新聞取ってるのは私ぐらいでした。 産経新聞を撮ってたんですよ、私ね。泣けなしのお金でね。まあ一番安かったのかな、産経新聞が。でもまあ主張でね、撮ってたんですけど、ああそんなこともありましたけど。だけど、えー、宮崎先生がおっしゃってたのはですね、学生時代。つまり、当時の、宮崎先生が学生時代には、一番売れるのが、なんと、これは学生代で売れてたっていうんですよ、新聞が。 みんな新聞読んでたと。他に情報の、あれはないから。だからもう新聞は学生がみんな読む、だからもう、バイトもですね、儲かってしょうがなかったみたいですよ、新聞屋さんなんていうのが。だからそう,そういうね、あの時代があったわけです。だから栄枯盛衰と言いますけどね、やっぱ本当にもう、私が、 20年ぐらい前にの段階でもう学生は新聞取らない時代に入っていたわけです。まあ、ここの分岐点がどこなのかわかりませんけれどもね。で、徐々に徐々にですね、新聞取らない。で、今はですね、私教員として教えておりますけど、で、学生に聞くとですね、家で新聞取ってないっていううちがですね、結構あります、これは。あ、あの、今ね、前もお話したかもしれないですけど、大阪の大学で教えてるんですけど、大阪の大学はね、あの、下宿してる学生がほとんどいない。 要するに、みんなね、家から通ってきてるんですね。で家から通ってきてるから、 一人暮らしの学生がね、お金もったいないから新聞取らないっていうのは、あの、僕らの時よくあった。でもね、僕らの時はですね、実家はね、みんな取ってたんですよ。あの、新聞をね。ところが今はですね、実家はもう取ってないといううちがあると。でも、実家でね、取ってるうちがあるというふうに言って、あ、そうなんだというふうに聞いたら、いや、母親がね、あの、スーパーのチラシが入ってるから、あこれがないと困ると言って、取ってると。え、じゃあ新聞そのものよりチラシの方が好きなのって言ったら、う,ん、うちのお母さんチラシばっか見てますと言ってましたから、 チラシのね、効果はまだあるのかもしれない。だけど、今ね、チラシってネットでもなんか見られるようにどんどんなってるじゃないですか。これ変わってきますよ。ネットでね、チラシが全部ね、見られるようになったら、もうね。 そういうご家庭でも新聞取らなくなるんですよね。僕はね、もう一つね、新聞がね、取らなくなる、なったのは大きな理由だと思うんですけどね、血で時間もね、結構大きいと思うんですよ。なんでかって言ったらですね、私のね、あの、祖母なんかはですね、あの、新聞、一生懸命一番読んでるのテレビ欄読んでましたからね。あの、テレビのところ見て、何時からなんか見とこもやってるとかね、なんかそういうのを見てました。だからそうやって考えてみると、今もう、ボタン一つで全部番組表出るじゃないですか、テレビの中に。 あれでね、新聞はね、打撃を受けたんじゃないのかというふうに私は思ってですよ。テレビ欄を見なくてよくなったということですね。だって、今もうテレビ欄あんま見ないでしょ新聞のテレビ欄。テレビでつけてみた方がわかりやすいですよね。だからまあ、そういうのもあるかなというふうに思います。で、まあ、とにかくですね、新聞というもの自体が、やっぱりこれ遅れ、まあ、新聞と言っておきながらね、もう、もはや古いんですよね。昨日のことが今日ニュースになってるわけでしょだから、 ネットで見た方が早いんですよ。だから、そうやって考えてみると新聞っていうのは、もうもはや、休文に近いんですね。昨日のことを聞いてる感じなんですよね。まあでも、 どうなるかということなんですけれども、私はね、これはね、万歳万歳とやりたいという気持ちもありますけど、というよりもね、新聞業界そのものがちっちゃくなるということは日本にとってどうだろうかと考えてみると、あんまり万歳とも言えないなというふうに思うんですね。というのも、なぜかと言ったらですね、あの、まあ、朝日新聞は論説がね、あの、でたらめな論説が多くてとんでもないというふうに思いますけれども、いわゆるですね、フェイクニュースみたいなものをね、新聞社が流すことも結構あったわけですよ、この朝日新聞な 特に慰安婦の問題なんかもとんでもないことやってました。だからそれはけしからんのだけれども、一応ですね、新聞に載ってることっていう政治のね、例えば、二階幹事長が誰々と会ったとね、論評じゃなくて事実の部分ですね。で、この事実の部分の確認がですね、あの、できなくなる可能性があるというふうに思うんですよ。で、そうすると、やっぱりね、あの、こういう新聞でもいいんですけど、新聞じゃなくてもいいんですけれども、何かね、 ある程度、客観的な事実をね、伝えるというメディアはないと、 逆にですね、あの、フェイクニュースが、個人の間のね、フェイクニュースが、こう、ルフしてですね、情報に踊らされちゃうという時代になりかねないと、私は思ってるんですね。だから、動画でもですね、過激なこととかですね、そういうことを言った方が、人が見てくれるよというふうになるとですね、そういう過激なことを言えばいいというふうにね、なっていく人もいるというふうに聞いてますけど、確かにそういう傾向はあるんじゃないかなと思います。だから、自分自身で、 取捨選択してね、判断するのも大事なことなんですけれども、やっぱりですね、もう一方において、その、新聞だとか、ニュースだとかですね、そういったものも、きちんと、報道機関というものがないと、 ちょっとね、これ怖いと思うんですね。だからまあ、今までやりすぎたんですよね、朝日新聞なんかは。で、まあ、読売新聞もそうですよね、ちょっと傍若無人なところあるでしょ。だって、若者に挑戦をとか言っといて、読売新聞って何歳の人が今やってるんですかあ、ね、れ、90超えてるでしょ、もう。でね、それで読売新聞がなんか、若者を応援しろとかなんか言うの聞いても。 ん御社はどうしてるんですかというふうに思いますよね。政治の世界はなんかね、あの、老人が多い。いやいやいや、御社にだけは言われたくないというふうに思いますよね。だからそうやって考えてみるとですね、まあ、おかしな点いっぱいあるんですけれども、えーまあ、そこは改善していく、えー、とべきだと思いますけれども、このね、もうもはや新聞という形ではですね、再三取れてい,いかなくなる。まあ、前にも、あ この動画で申し上げた通り、年々減ってるっていうのを皆さんにお示ししたことありましたでしょで、だからこれはね、朝日新聞が減ってるんじゃなくて、新聞を読む層が減ってる。その中でもですね、報道機関として生き残っていくためにはどうするかって言ったら、やっぱネットの方にね、力入れるしかないんだけれども、ネットはですね、なんか、情報はタダだというふうなね、こういう文化があって、なんか、そのお金を課金するっていうことに対する抵抗感がある。 というふうに思います。まあ私自身はね、あの、朝日新聞とかいろんなあのものをですね、課金して、まあお金出して読んでるんですけど、でもそういうことを、まあちょっと嫌がる文化があって、でもこれはね、あんまりいいことじゃないと私は思いますね。 やっぱり、仕事して、働いて、取材をして、それを記事になってるのをですね、全部タダにしろっていう風に言ったらね、これはね、やっぱり成り立たないでしょう。商売として。だからそうすると、どういう形でこれを課金するのがいいのか。まだこれ多分ね、どの出版社、出版社もそうですし、新聞社も試行錯誤してる最中だと思うんですけれども、これこがね、うまくいかないと、私は、日本社会はですね、ますますね、あの、まあ、朝日新聞なくなって終わったということもあるかもしれないけど、それ以外のね、小さなね、朝日新聞、 ミニ朝日新聞みたいなね。え、ので、もっと質の悪いですね。なんか、あの、嘘ばっかり言うようなね。のに騙される人とかですね。あるいはですね、右でも極端な右のねあ、こう、過激なことばっかり言ってね。で、本人それ信じてんのかって言ったら、い信じるわけないじゃないとな。あもう、それ何言ってるのと。おいうね、こ、え、のーえーえーえー、食いつきがいいからやってんだよ、これは、と。いう商売、ということにね、なってしまうと、 これはね、本当に大変な問題になるというふうに思ってます。だから右にせよ左にせよですね、あまりね、極端で過激なことを言ってる時はですね、あ、これちょっとおかしいなというふうに一歩を引いてみると、これは大事なことだと思うんですよ。だからね、私はね、報道機関っていうのはね、ラーメン屋さんとは違うと思うんですね。で、報道機関っていうのはですね、一番大事なことっていうのは、ファクトを伝えることだと思うんですよ。で、朝日新聞とかはですね、論調がね、あの、なんとか、自分の意見が、 中立的な顔しながらね、その左左にいざなおうとするからけしからんのですけれども。でも、まずね、あの、一番大事なのは、ファクト、事実を伝えると、ここなんですよね。で、それを判断するのが読者だという、これがね、私は一番いいと思う。だから NHK ともそういうのに徹してほしいと思うんですね。ところが前も申し上げてましたけどね。 あの、たまたまつけたテレビで、あの、森、えー、元会長がですね、あの、前会長ですかね、東京オリンピックのね、で、あの、なんか、あの、発言でですね、お辞めになった時これだけで済ませちゃいけないんですよね、みたいなことをね、女性のね、えー、こう、アナウンサーなんか、キャスターなんかがですね、なんか、いきなり言って、ええー、と思って、それ、あんたの個人的な意見でしょ、と。 もうちょっとそうじゃなくて、いや、こういうことでお辞めになりましたという、ここまではいいですよ。あの、森、えー、前会長がこの発言で、こういう発言をして、えー、お辞めになりました。これはニュース。でも、そこにね、なんか論調ね、なんかなんかこれがいいだとか悪いだとかっていうのは、これコメントですよね。で、これは、 NHK をやるべきじゃないと私は思うんですよ。そんなことを、まあ、あの、討論番組なら別ですよ。あそういう人たちが出てきて、えー、こう賛否両論をぶつけると。これはいいですよ。だけど、ニュースの中でね、これは良くないとか、いいだとかね悪いだとかって、そこは見てる側が判断すべきだというふうに思うんですよ。で、で、ラーメン屋さんと何が違うかって言ったらですね、ラーメン屋さんっていうのはですね、例えば、ラーメン屋さんに限らずサービス業みんな、基本的にそうだと思うんですけれども、分かりやすく言うためにラーメン屋さん、ね、それはね、 俺が美味しいと思うラーメンを作るというのがですね、いいんだ。じゃないでしょうね、おそらくね。お客様が一番美味しいと思ってくれるラーメンを作るのがいいラーメン屋さんだと思うんですよ。ね、自分のね、あの、腕になんかすごい自信があって、なんか修行して、とかね、なんか知りませんけど、やって、もう世界で一番うまいラーメンはこれだと。これはもう、これほどうまいラーメンはないぞと言って、それを出した。ギャーとか言って、まずいとか言って、みんな、誰も来なくなった。 でも、一切それは変更しない。俺はこのラーメンを生まれ、作るために生まれてきたんだ。まあ、ね、信念あっていいけど、でもそれラーメン屋さんに求められてることではないですよね。やっぱり、お客様があってのラーメン屋さんだと思私、ラーメン屋さんね、実際に、あ、この動画の中でも収録してありますからご覧いただきたいんですが、いろいろね、やっぱりね、 客層はどうだとかね、その地域のね、えー、は、あやっぱりちょっと豚骨ラーメンはね、あの、年配の人が多いところではね、ダメだよと。だからやっぱり醤油のあっさりしたものも作ってくれとかね、そういうことを聞くと、そうやって変えていったと言うんですね、その最初は豚骨だった。けどでもそれによって、あの、地域に根差したね、ラーメン屋さんになる。これ当たり前だと思うんです、私は。だから、お客様が欲しがるものをね、 え、こう提供するというのが、ラーメン屋さんであれ、お寿司屋さんであれ、そういうもんだと思うんです。客が全員まずいと思ってるものをね、俺は食えと、これが、このうまさがわからないのは、お前の舌が腐っとるんじゃんというね、こういうやり方は絶対ダメですよね。 でも、報道機関はね、これじゃいけないんですよ。これなぜかと言ったらですね、見たいものを見ると,うと。例えばですよ、これ全くのフェイクニュースで、朝日新聞がね、あの、このなんか潰れましたとかね、なんかいうことをね、言うとそれ願望ですよ、ただのね。だけどそれをね、なんか事実であるかのようにね、言うて。で、それ聞きたい人が多いと。で、だから聞きたいものをね、ラーメン屋さんの論理でね、見る人が聞きたいというものをね、 喋るということをやったらね、これは良くないと私は思うんですね。あの、もちろんですね、その、視聴者のことを考えなくちゃいけないのは当然ではあるけれども、事実は事実としてこれを動かしていけないと思うんですよ。で、事実かどうか分からないものについて、私はね、基本的に事実か事実じゃないか分からないものについてはですね、研究しないということですね。自分の責任の取れないから、それは。だけど、まあそういうことをやっていかなくちゃいけないと思うんですね。だから、そうしないとですね、報道機関がね、どん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 ,どん縮小して、個人的なね、情報にみんなが対 頼るインフルエンサーというのにね、頼るということ。まあ、これ、いい面と悪い面あるんですよ、絶対に。で、その悪い面は何かって言ったらですね、その、真偽のほどがチェックできないというとき、これはやっぱりね、いくつか複数の中でね、でやっぱこう比較してということができないと時はですね、これはね、ちょっと問題ですよね。だから、それ、どこの情報なんだろうかとかですね、そういったことをやっぱり常日頃考えておくということは、私は、 あの、特にネット時代においてね、大事なことだと思うんですね。私の発言だってですね、えー、私はなるべくね、論拠を示すようにしてるんです。これ、朝日新聞に載ってました。産経新聞に載ってました。あるいは私の読んでるこの本に載ってます。ということを示すようにしてるんですね。で、で、それ示せないところは、憶測です。というふうに言ってるわけです。これは、例えば小池百合子さんが出るんじゃないか。これ、出ますと言ってないでしょ小池百合子さんが国政に必ず出ますと。私、預言者じゃないからそこまで言えない。でも、 まあ聞く情報もありますよ。いくつかね。で、そういうところから聞くと、やっぱりそういうのをう腰た々んたんと狙ってるとね。まあこれ、私もあ彼女の性格上そうだろうというふうに思うとか。まあこれは思うんですよ。で、そうだと言ってない。だからね、ここ大事な点だというふうに思います。だから、まあ簡単に言ったらですね、朝日新聞だけじゃなくて、新聞業界がどん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 縮小していくと、 何が怖いかというとですね、ファクト、政治のですね、ファクトといったものをきちんと伝える。例えば、二階幹事長と誰々があったとかですね、それをどう捉えるか。 まあいいんですよ。それは、あそれぞれがいいでもそのファクト自体をですね、やっぱ抑えられない。例えば私がですね、日本全国のね、そういうファクトをね、収集しろって言っても、一人で絶対できないですよ、そんなのは。で、それはね、例えばジャーナリストの人だって、それ得意の分野はあるかもしれないけれどもね、全部のものについてね、こうファクトを抑えていく。これは組織じゃないとできない。で、そうやって考えてみると、私は新聞社とかマスメディアっていうののね、役割っていうのは、今後もあると思うんです。ただしそれが、 どうやって課金して生き残っていくか。この戦略を考えなくちゃいけない時代に来てるよというふうに、まず思います。これがまず第一点なんですで、えー、朝日新聞の批判をしてまいります。で、朝日新聞はですね。 えー、昨日、あの、えー、申し上げた通りですね、あの、社説で、ついにですね、オリンピック中止を求めるというふうに言いましたね。で、これでね、それ総理がね、はい、やめたとはならない。絶対。それはならないのは、もうこれ、彼らも十分わかってると思うんですね。まあでも、ご意見ね、しっかり出した点については評価したいと言ったんですけどね。またね、変築クリンのことやってるんですよ。で、これね、東京2020オフィシャルパートナーとして、 っていう文章をね、朝日新聞が、あの、出してます。要するに、オリンピックのパラリンピックのね、こういうことです。ちょっと読んでみますね。朝日新聞社は、東京2020、オリンピック・パラリンピック競技大会、えー、東京2020のオフィシャルパートナーです。オフィシャルパートナーとなったのは、オリンピック憲章に歌われている、スポーツを通じ、若者を、若者を教育することにより、平和でより良い世界の構築に貢献するとの理念に共感したからです。 もうここはね、まあ本当なのか嘘なのか知りませんけれども共感したんですねと。まあ一応、あの、なんていうか、言い訳だろうと思いますけど、あの、うん、やりたかっただけだろうというふうに思いますけどね。まあこれなったと。で、東京2020の大会ビジョンは多様性と調和を掲げています。 朝日新聞社は、このビジョンに賛同し、オフィシャルパートナーとして活動してきました。人種や性別、障害の有無などの違いを肯定して互いに認め合うことで、障害者と健常者が分け,け隔てなく暮らす社会の実現や、女性の活躍など、ダイバーシティ、インクルージョンにつながる取り組みを中心としてきました。またね、このこと言ってますけどね、多様性と調和とか言っておきながらですね、彼らは絶対に認めない多様性ってのがあるんですよ。 愛国者とかですね、保守派とかね、私なんかね、朝日新聞からですね、その多様性とね、えー、こう調和のね、精神を受けたことないですよ。世の中でね、この多様性と調和と言ってる人たちがですね、全員一丸となって石をぶつけてくるのがですね、これ保守派なんですよね。だから私もね、まあ、迫害に耐えながらなんとか生きてるわけですけれども、本当にすごいですよ。まあまあ、ね、この話はまた今日の夜のライブかなんかにしましょうかね。あの、本当にひどいんですよ。だけど、そういうことあってもね、なんとか頑張っているのはね、まあ、 国民のね、支持はあるんです。だから我々の意見というのは、その少数なんです。学者の中で少数なんだけれども、でもそういう意見は、あ何て言うかな。応援してくれるまともな常識を持った人っていうのは世の中にはいるわけです。日本の中にはね。だからそっちが頼りなんですけどね。だけど、朝日新聞はそうじゃない。こうやってなんか多様性と調和を掲げながら、人を排除するわけですね。まあ、これけしからんと思いますが。新型コロナウイルス感染の拡大により、 大会の開催を懸念する声が広まるなど、様々な議論がなされる状況となっています。感染状況などを注視し、オフィシャルパートナーとしての活動を続けてまいります。え オリンピックやめろって言った人が、オリンピックのオフィシャルパートナーとしての活動を続けてまいりますよ。これって一体どういうことやと、ああいうふうに思うと思われるんですね。やめなさいよと。だってオリンピック中止求めるんなら、オリンピックと何をやってるのとう,う思いますよね。で、オリンピックがもし仮にですね、開催されたら、オリンピック中止を求めてきた朝日新聞社はですね、あの、テレビでもね、テレビ朝日では、ね、オリンピックをね、流さないとかね、そうやったらいいというふうに思いますよ。一方、 2016年1月に大会組織委員会としてオフィシャルパートナー契約を結んだことをお伝えした際、オフィシャルパートナーとしての、えー、活動と言論機関としての報道は一線を隠しますとお約束しました。朝日新聞が五輪に関わる事象を時々刻々公正な視点で報じていくことに変わりはありません。社説などの言論は常に是々引きの立場を貫いています。今後も引き続き紙面や朝日新聞デジタルで多角的な視点からの議論や提言に努めます。ちょっとね。 あの、サンドイッチマンじゃないだけどね。ちょっと何言ってるか分かんないっていうやつですね、これは。何を言ってんだと。大丈夫ですかというふうに思いますね。うん。オフィシャルパートナーとしての活動と言論機関としての報道は一線を隠してます。どういうことで、な、何を言ってんのとで,で、この、社説などの議論は常に是々の立場を貫いています。ういやそうなのかと、なんか全然分かんないですよね。だって、新聞社との意見が社説なんでしょで、社説で中止だっていうふうに言ったなら、 その辞める方向に舵切らなくちゃおかしいじゃないですか。なんで、こっちでは、あの、表向きではですね、あの、なんか、反対と言いながら裏に回ったら、え、先生、というふうにやってちょっと大丈夫と。何を言ってんのという感じがしますね。私はこれ、ちょっと理解に苦しむというのは本当のところです。つまり、要するに、この文章を読んでですね、朝日新聞は何をしたいのかがよくわからない。まあ、結果ね、 まあ朝、オリンピックを妨害したいってのはよくわかりますよ。だけど、でもね、利益はくださいって言ってるように見えますよね。要するになんか、オフィシャルパートナーとしてね、なんか私たちが、なんか、見える。開くことになったら、まあ、おこぼれはもらっておこう、みたいなね。そういう感じに見えますけどね。他の意見があるんだったら教えてくれ、朝日新聞というふうに思いますよ。こ,のこんな言い訳じみたものをね、やるっていうのはね、僕にはね、もうちょっと意味がわからない。だからもう、これはもう、 おやになった方がいいって、こんな文章で、ねえー、書いて、国民をね、挟くだからこんなことになるんじゃないか、なんてね。まあ、これから直接関係ないけれども。でも、おかしいですよね。どう考えてみたって。やめろって言ってんのに、サポーターなんですよ。と、例えばこの番組、私のね、ところのね、あの、サポーターになってくれてる方いらっしゃいます。 多くはないけど。だよね。その方々がですね、やった番組やめろと思ってね、サポートしてる人っていないと思うんですよね。頑張って続けてくれとあいう思いでサポートしていただいてるというふうに私は認識しております。この野郎言われた絶対こんな番組やめるとけとサポーターとかいたら、んとちちょっと私も理解に来る。どっちが本当なんですかみたいな感じで、ちょっとよくわかんないですけど、 ここでね、あえてご提言申し上げたいのは、ぜひ朝日新聞はね、私の言論嫌いなんだから、表でててね、どんどん批判していいから、サポーターになってくださいよ。ね、このオフィシャルパートナーかなかになってくださいよ、本当に。わけわからないですよ、この。言ってることでやってることが違うってことじゃないですか、簡単に言ったら。これね、国民から信用を得られないですよ。よく政治家についてなんかいろいろ言うじゃないですか。そんなことでは信用を得られないとかなんか偉そあの書き方しますよ、朝日新聞はね。安倍総理のなんか、桜だとかね、なんやかやでね、なんか、グーグまだ説明責任は果たしていない。 いやこ,れこれ、何これオフィシャルパートナーやめろよ、というふうに私は思います。それからね、今日の社説もついでに言っておきますとね、今日の社説はですね、日米韓の結束、民主連合の価値自覚をということで、北朝鮮と中国の問題についてね、言っていて、いいこと書いてあるんです。例えばですね、ムンジェイン政権に対してですね、圧力をね、軽減することが北朝鮮を軟化させるってまだ言ってるんですよ、ムンジェインには。 おかしいでしょ圧力をかけると良くないと。圧力をやめると話し合いに応じて、圧力をやめればやめるだけ北朝鮮はうまくいくと。そんなアホな話があるかと。誰もが思うわけですけれども。圧力をかけ続けてですね。行かなくちゃいけないと。ね、朝日新聞にしたら珍しく。だが、過去の曲折を考えれば、北朝鮮側に相応の行動がない限り、情報を与えるべきではあるまい。どうしたどうしたなんか。 どうしてやったの朝日新聞だと思ってね。えって思ってびっくりしたんですよ。でも、大丈夫。おかしいですから。ねそこにはね、書いてあるのよ、ね。結局ね、日米韓で仲良くしなくちゃいけないというふうに書く書くですよ。で、日米韓で民主主義をもとにね、北朝鮮の問題や台湾の、あの、台湾、つまり中国の問題にですね、いや,やっていかなくちゃいけないよ、ということを言うんですが、最後にね、こうやって言う三国間で、三国間、日米韓。 ですね。今なお、日韓だけが健全な意思疎通を書くのは失態という他ない日。日米、米韓の首脳会談が終わった今、残る宿題を日韓両首脳が理性を持って片付ける時だ。ね。なんか、日本が失敗してるから韓国とうまくいってないと。こういう主張をするわけです。前からそうなんですよ。日韓と言っておいて、韓国に、なんか前もね、説明した記憶ありますけど、韓国にこれを求めるって言いながらね、実は日本に何かを求めてるとかいうね、とんでもない写真書,書いたりですね、するわけですけれども、 ね。ここでわかるのは何かって言ったらですね、この、日本側に責任があるって言ってるわけですよ。韓国とのもので。要するに、謝罪案件が足りないということでしょ要するに、みんな、鳩山幸夫さん並みにね、土下座してペ,ペコ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 やってればね、あのあの仲良くなると。我々ね、日本の総理大臣、ペコちゃん人形じゃないんだからね、そんなね、ペコペコで,できないですよね。何をおかしなこと言ってるんだというふうに思いますけどね。でも、こうやってね、残る宿,、えー、宿題を日韓首脳が理性を持って片付ける時だ。 何をやらそうなこと言ってるんだと。じゃあどうやったら解決になるのか教えてくれろと。こっちは何回もね、謝罪もしてね、誠意も見せてきた。そのために拒絶したのは韓国であって、これ日本じゃないどう見たって。そのね、それなのに朝日新聞は日本が反省しろと。違うだろうと。韓国が反省すべきなんです。で、それに対して日本はね、もうできることはないんです。だとするならね、意思疎通を変えててしょうがないんです、それは。だって仕方ないじゃないですかと。相手がそう受けるつもりがないんならね。 なんでそんなこと書くんだというのはね、私にとっては、あの、まあ、わけがわからないんだけど、やっぱり朝日新聞らしいな、というふうに思って、まあこれ、441億円。まあね、こういうことになっちゃうんじゃないかな、というふうに思います。えー、今日ですね、取り上げてみたい本はですね、こちらです。ちょっとね、変わった本ですよ。花はけども、話せども、ということで、 え、これ、立川段家師匠がですね、えー、書かれた小説なんですね。でも、この小説ね、私はね、あの、おすすめできます。これ、ね、すぐ読めます。で,であ、一気に読めます。で、そういう意味で、でも面白いんだけど、小説としての面白さ、ああ、もうあ,あるんですけどね、あの、落語入門にいいかもしれない。もしかして、落語っていうものを、今まで見たことないっていう人が、落語はこうだっていうふうに、なんていうのかな、あのー、落語とは日本文化のなんとかであり、とかなんかよくね、えー、ことを聞くよりも、 実際に、これ、落語家の、まだ師匠になってないね、この、すごい、なんていうのかな、修行中のね、方のことで、ね、ご自身と重ね合わせてるわけですよね、師匠が。 でえ、その、じゃあ、師匠と呼ばれるのはどこからだとかですね、そういったことがね、細かく書いてあるわけです。その話の流れの中でね。で、あの、前座とか二つ目とかですね、なんかいろいろあって、そういうことをね、なんか小説読みながら学べるということで、であとね、えっ、ー、と、小説の中で落語やる場面がいっぱい出てくるから、その落語に多分興味を持つと思うんですよ。その興味を持ったら実際にその落語を聞いてみればいいと思うんですね。あと、も私もね、あのあ、知ってる落語があって、あ、面白いなというふうに、えー、思って読みました。で、ね、これがね、すごくね、いいのはですね、 なんていうのかなやっぱり、ね、すごい苦労してるんですよ。その、なんか、な、話してるだけじゃないかというふうにね、なんか思われるかもしれないけれどもね、これね、すごいね、もう何年何年にも及ぶですね、もう本当に、とろみすすり、草狼かみみたいなね、そういう生活をした上で、 やっておられるですね。ニコニコして喋ってるからそういうふうに見えないんだけれども、非常に厳しい社会で、で、それでね、最後に相撲とね、相撲のこととね、対比する場面なんかもありましたけれども、やっぱ稽古が仕事だっていうのがね、すごく、あの、まあ私なんかも読書、研究が仕事なんですけれども、だけど、あ同じなんだなというふうに思います。なんかね、 自分自身もいろいろやってることを多いですから、なんかね、ちょっと重ね合わせるところありますね。やっぱこう、やっぱりきちんとね、あの、本を読んで、で、それを積み重ねていくってことがなきゃダメなんだ。同じでですね、修行っていうのをしっかりやっていかなくちゃいけないと。最初のうちはね、この中でも出てくるんですけどね、スターみたいなのが出てくるわけですよ。なんか自分がずっとなんか、前座とかやってる時、ささささって偉くなっていくね、スターみたいなのが出てきて、で、それとね、比べられるわけですよ。で、こんなね、実際こういうことあったのかなわかんないなというふうに思いましたけど、あったのかもわからないですね。で、 立川、長四郎という人間がね、こうスタートして、バーッと行っちゃったあの人ですね。で、その時、なんかお酒飲んでてですね、その、この主人公を、えー、金之助さんね。で、それが、えっ、ー、と、いつもディレクターとかね、もううだつながらない、なんか、青空落語とかわけのわからない落語をやらせるね、なんか、とんでもない、えー、でラジオ局みたいなのがあるわけですよ。で、それがやって、全然受けないわけですね。で、その人が酔っ払って、なんか自分の校長先生かなんかに電話して、で、 その立川長四郎呼びますよとかなんかいうふうに言っちゃったらしいんですよね。で、先生としては、あだから来てもらえるというふうに思ってて、明日ですよねみたいなこと言ったらあ、今日ですね、お願いしますって言ったら、覚えてない酔っ払ってて。で、あ、暇なのいるからこっちでいいだろうと言って仕事を回されたというわけですね。で、黙って聞いていたらと。えー、なお、先輩、立川長四郎呼びますよ、任せてくださいって言われたんですよ、と。 <laughs> えー、なおも校長は無神経に続ける。いや、翌日発表したら学校中、その話で持ち切りでね、あの売れっ子の長四郎が来るなんて先生方や生徒たちが大騒ぎです。そしたら、ま、前とよ、今朝気づいたんだって、気になって水沼、その、なんか、取り付やるよって言った人ですね、に確認の電話をしたらさ、長四郎さんには話が通ってないって、さっき改めて電話があったよ、彼から。お詫びかと思ったら、忙しい長四郎さんとは違って、金之助さんはいつも暇ですから、だって、失礼だよね。 正直にそういうあなたも失礼ですよっていう言葉は、金之助はお茶と一緒に飲み込んだというね。わ、まあ、わかる気しますよね。なんか、いや、本当ね、もう今日忙しいとこね、なんかあの、あの有名ななんとか先生にね、来てもらう予定だったんですよ。ところがね、なんとか先生お忙しいってから、だからね、まあ、あの、ね、暇だろうと思って岩田さんに声かけましたみたいなこと言われたらね、私だってグーッとくるものありますよね。それ、しかも同じぐらいのね、年齢だっていうわけですね。これがね、あの、なんか、すごい大、もうね、なんか、あ 西尾漢字先生とかだったらね、ああ、その代理ですかああ結構ですとかなりますけどね。同じぐらいなのでね、なんか、こっちは何だこれと思ってるような人間のね、お忙しいのにとかなんか言われたらね、もう私なんかもう机ひっくり返して怒るかもしれないというふうに思うんだけど、で、そういうことをですね。 やった後にね、これね、すごいね、国語僕がね、これもね、もう306ページなんですけどね、それを飲み込めて、そのみんな、だから調子朗ってのが来ると思ってて、みんな、ええー、なんで違うじゃんというような中でね、楽譜やる。どうやったかって、これもすごい面白い。えー、露骨に天を仰ぎ、鼻水を吸った。大変残念なお知らせをしなければなりません。まもなく正式にテレビや新聞で発表になりますが、私はあえて今申し上げます。皆様が、 本日、ここに来ることを大変楽しみにしていた、立川長四郎さんは、長四郎さんは、本日、朝、8時半頃、家族の皆さん、事務所のマネージャーさんが見守る中、静かに、静かに、言葉を詰まらせた。体育館一帯に悲しい予感が咲きました。悪ガキどもも神妙になっている。その場に居合わせた全員が、片図を飲んで、金之助の次の言葉を待っていた。長四郎さんは、静かに、静かに、 朝、ご飯のおにぎりを食べましたと。で、これで爆笑になるということが言ったこれなかなかね、あ、私もなんかど,どっかに使おうというふうに思いましたね。こういうのも、今ちょうど赤線引いてる、ね、こういういろいろね、学ぶ点は多いんですよ、やっぱり。なんか、私も話すの仕事みたいなものですからね。いやあ、なるほど。で、桂ツ尺がですね、笑いとは緊張と緩和だというふうに定義したらしいんですね。緊張を緩和させるのが笑いなのだから、笑いの前には緊張させなければならない。 わかる。これはよくわかりますね。実体験としてわかりますね。だからこれで、あの、結構、論理的ですよね。笑いをもつあらすためには、その前に緊張していてるから、笑いになると。ずっとゲラ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 笑ってのは酔っ払いですよね、これはね。だからある程度緊張を持って、これで笑いに変えるということですね。だからまあ、緊張を持って笑いに変える達人というふうに言ったら、私はね、今まで見た中で、落語家さんじゃないですね。話し家さんじゃない中で、私が、これは天才だなと。笑いの天才だなと思ったのは、 鳥越俊太郎さんでしたね。言ってることがテレビの番組の中でですね、私に対してですね、中国が攻めてくるなんていうのは妄想だとかなんか言って怒っててで、じゃあ自衛隊いらないんですかって話が40分ぐらいになった。いや、もしかしたら、もしかしたら、中国が攻めてくるかもしれない。だから自衛隊は必要だ。えもうね、まあ、もうこの時は私はね、 えっと明けに取られてね、しまったんですけど、テレビの前で大爆笑だったらしくてですね、やっぱりそれは緊張してたからですね、みんな。何を言うんだ、何を言うんだ、というふうに思って。だからそれはね、面白かったですよ。 だから、まあ、この本ですね。他にもいろんな読み方あると思うんですけど、私としてはですね、あの、まあ、えー、落語興味ないよという人が落語に興味を持つためにはですね、実はこういう小説を読んで落語家って結構大変な仕事なんだなと。で、でもやっぱり魅力的な仕事なんだなってこれ最後のね、感動的なお話も書いてあるんですけど、あの、魅力的なんだなっていうことを知っていくってことがやっぱ大事じゃないかなと思うんですね。私はたまたま落語好きなんですけれども、あの、 好きじゃない人だっていっぱいいると思うんですよ、世の中にね。で、そういう人がこの本、小説を読んで、小説としてまず楽しんでいただきたいんですよ。で、小説として楽しんで、その小説で楽しんだならば、きっとね、 落語好きになってるんですよ。あの、その終わった頃にはね。そうすると、あ落語も聞いてみようかなというふうになるというふうに思います。今ね、コロナで本当に大変な状況なんですよねあの。あの、落語もそうですしね、あの、音楽とかもそうですよね。もう本当にね、皆さんね、生活大変です。だって開けないんですから、あの、コロナでね。だからもうそういう緊急事態宣言とかそういったもので全然できない。だからこの間クラウドファンディングとかもやってましたけれども、まあそういう意味でもですね、もちろんクラウドファンディングにご参加するのもいいことなんだけれども、こうやって実際にね、 なんか、買うっていうのは、これなんていうのかな。お金をね、ただ、なんか、こう、寄付するっていうことよりも、小説を買って、読んで応援すると。で、実際に好きになりますから。そうすると、ますます、楽応援したいなっていうふうに気持ちになると思いますね。ちょっと遠曲だけれども、私はそういう意味でもね、これ面白いと思う。これね、文庫のオリジナルなんですね。文庫。 かされたんじゃなくて、文庫で出てる。php、えー、文芸文庫というところから出てます。おすすめの一冊ですね。本当に面白いんですよ。あの、爆笑するところが結構あるというふうに思います。で、ね、こんな、えぇ、私、まあ、ね、小説まで書けるんだなと思ってびっくりしましたね。本当に。あの、ど、どうやったら書けるんですかね。やっぱこれね、あの、落語のことを落語が書くっていうのは、これは理解はできるんだけれども、うん、小説まで書く。もうね、この師匠。 もうね、何、何月だけ、もう何冊も何冊もね、もう次の先まで決まってるということでね。まあ、作家ですよ、もう。もはや、作家としてもですね、有名になっております。ぜひですね、これおすすめの一冊、花は酒ども、花せどもというのをご覧いただきたいなというふうに思います。今後、この番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、この番組を続けていくに際して、ご支援を賜れる方は、記の振込講座よりご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 岩田厚志大学で一緒に勉強してまいりましょうよろしくお願いします